レビシレビは、ケベック州、ケベックシティからセントローレンス川を挟んですぐ南の対岸にある都市。ケベックシティの旧市街とレビの旧市街の間はフェリーが運行しており、二つの橋が、ケベックシティとレビの西部とつながっている。人口126,396人。2002年1月、周辺の10都市と合併し、現在の姿に至る。 都市の面積は444平方キロメートル。セントローレンス川に流れ込むまでに市内を2つの川が流れており、ショーディエール川には35メートルの高さがある。ショーディエール滝や吊り橋がある。地理的な特性からセントローレンス川を渡るための地点として北米の先住民が好んだ場所であった。多くの考古学者の調査で人類が1万年ほど、 前からこの地に居住していたことが分かっている。ケベックシティができてから28年後の1636年、同地区の東部に領主が置かれ、その後もセントローレンス川が沿いに住み着くようになる。デビの多くは、農地で、セニュールと呼ばれる領主によって、中世の封建主義と同じような形態で管理された。1759年の夏、七年戦争の最中、ジェームズウルフ総督は、 上エリアに陣地を構え、ケベックシティを包囲した。レビの高台から3ヶ月間砲撃を加え、城壁前の平原で行われた戦闘により、ケベックはイギリスの支配下に落ちる。この間、レビは、ケベック州内の英国軍を支える重要な供給基地となる。また、ケベックシティへ絶え間なく、行われた砲撃によって、セントローレンス川を行き来するフランスや英国の 軍船を止めることになり、他の都市への援軍を断ち切る役割を果たした。1865年から1872年の間も、イギリスの支配下にあり、ケベックをアメリカの侵攻から守るための要塞がいくつか建設された。いずれも使われることはなかったが、今でも残っている要塞があり訪れることができる。1854年以降、鉄道が敷かれたことにより、同市を 商業や移民が集まる、交通の要所に変えた。セントローレンス川の南岸を走り、オンタリオ州やメイン州、大西洋岸のアトランティックカナダへとつながっている。19世紀後半から20世紀前半、アルフォンス・デジャルダンは、信用金庫の先駆者としてケースポピュレールオレビで立ち上げる。ケベック州を駆け回り、デジャルダングループの信用金庫を普及させるべく、 各都市で信用金庫の立ち上げに協力した。デビシには1900年にアルフォンス・デジャルダンによって創設されたデジャルダングループやオルトマーなども入っている。また、農業ビジネスの盛んな地でもあり、官邸機関や企業などが農業分野に関する研究に携わっている。ありがとうございます。